パソコンの時代ですけど、やっぱり文字を書くっていうのはやっぱいいっていうことで、もう一度筆ペンをこれから持とうかな。大石吉高さんのいいっすね句です。もしかしてこうやって毎朝晩いい句をこう書いておくと頭に染み込んでいいかもしれないな。これそうしようかな。やっぱいいな筆、筆いいっす筆いつまで続くか分かんないけど、とりあえずやろうかな。やっぱり疲れた。自転車ですけど、もう汗だくっす。コーチのマスクしてるんで。これの高まる、やっぱいいっすね、魚。いいっすね。ね。